皆さんこんにちは、助手のライフハッカーニコです。もしあなたが自分はダメだ、自信が持てない、そう思ってしまっているのなら、それは自分が持っている価値に目を向けていないから。ただ急に自分の価値って言われても、どんな価値がどれだけあるのかよくわからないですよね。しかし答えはとてもシンプルです。人間誰でも生まれながらに価値を持っており、それはみんなが等しく持っているものです。ただ自分に対して悪い感情を抱いていると、そんな価値を必要以上に下げてしまいます。その結果、自分はどうせダメな人間だからと最初から諦めてしまい、人生がうまくいかなくなってしまうのです。そこで今回の動画では、自分の価値を下げてしまう理由を解説した上で、人生がうまくいく考え方を5つご紹介します。この動画を見終わる頃には、自分に対してもっと自信がつき、どのように考え行動すれば人生がうまくいくのかがわかるでしょう。ぜひ最後までお楽しみください。自分の価値に目を向ければうまくいく。自分は価値がないと思っている人は、日頃の考え方を少し振り返ってみてください。例えば、自分についてこんなことを思っていませんか？私は欠点だらけだから誰にも信頼されていない。私は劣っているからどれも完璧にできない。私は性格が良くないからいい人間関係が築けない。これらは自分に対して抱いている誤った信念です。成長する過程で誰かに言われたことや自分の思い込みにより、知らず知らずのうちに形作られたものに過ぎません。大切なことは、生まれながらに持っている自分の価値に目を向けること。そうすることで、自分に対してもっと自信が持てるようになるのです。その結果、いい人間関係が築ける。ポジティブに考えられる。新しいチャレンジができる。自分の思考や行動に変化が現れ、人生がうまくいくようになるのです。自分の価値を下げてしまうのはなぜ？それでは一体なぜ自分で自分の価値を低く見積もってしまうのでしょうか。自分の価値を必要以上に下げてしまう人には3つの傾向があります。それは、自信を持つことに罪悪感を抱く、本当に自分がわからない、諦めが早いの3つです。1つ目が自信を持つことに罪悪感を抱くこと。その結果、自信を持つと何か悪いことが起きる、そう信じ込むようになります。何をするにも自信を持てず、チャンスを逃した結果、自分の本当の価値に目を向けられなくなってしまうのです。2つ目が、本当の自分がわからなくなること。生まれつき持っている自分の価値に目を向けていない人は、これまでの周囲の言葉や評価から、自分の価値はこのくらいだと決めてしまいます。どうしてできないの？あなたはダメね。努力が足りない。など、自分は一生懸命頑張っているつもりなのに、他人にそれを否定された、ネガティブな言葉だけが記憶に残り、自分の価値はこのくらいだと思い込む。つまり、自分のイメージをどんどん悪くしているのは他人ではなく自分なのです。3つ目が、諦めが早いこと。自分を悪くイメージするようになると、どうせ頑張っても無駄だ、自分にできるはずはない、失敗する自分の姿を思い描いては臆病になり、実際に行動に移す前からチャレンジを諦めてしまう。後になって、やっぱりやればよかった、あの時こうしていれば、そのように後悔するパターンを繰り返しているのではないでしょうか。やらずに後悔ばかりしていると、何をやってもダメな自分、価値がない自分のイメージが頭の中に定着してしまい、あたかも本当に人生がうまくいっていないかのような妄想にとらわれてしまうのです。人生がうまくいく考え方5選。人生がうまくいかないと思っている人は、自分はダメだと思い続けた結果、チャンスを逃しているかもしれません。そこで、自分の価値に目を向けることで人生を好転させる5つの考え方をご紹介します。いきなり考え方を変えることは難しいと思いますが、無理せず一つずつ実践してみてくださいね。1、自分のことを好きになる。自分に自信がないと、私のことをどう思っているのだろうと相手の反応や評価を心配し、落ち込んでしまいますよね。自分を好きになれなければ、なかなか自分の価値を上げられません。そこで、私ってすごい、
私ってできると言い続けてみましょう。他人からの評価を一旦切り離して、そのままの自分を肯定的に評価するだけで、気分がとても良くなります。その時注意したいのが、完璧主義にならないこと。完璧を追求すると、仕事でミスった、変なこと言っちゃった、と些細なことで落ち込み、なんてダメなんだ、と自分の価値を下げてしまいます。失敗してしまった時も、あえて自分を褒め続けることが大切。私ってすごい。このパワーワードをフル活用することで、人生は好転の兆しを見せることでしょう。2. 他人に対して完璧を求めない。人生がうまくいかない気がするのは、嫌な気持ちで頭の中がいっぱいになるから。イライラする、ムカムカする、このような気持ちは何に対して抱くのでしょうか。多くの場合他人だと思います。仕事をサボってばかりの同僚や、他人の悪口ばかり言っているご近所さんを目にすると、あいつは許せない、もう顔も見たくないと感情が高ぶってしまいます。そして穏やかな気持ちで日々を過ごすことができなかったらどうなるでしょうか。こんな自分は嫌だ、私って性格悪いのかなと思い始め、今度は逆に自分で自分の価値をどんどん下げてしまいます。そこでおすすめなのが、自分は一つ上のステージにいることをイメージすること。物事を高い位置から見ることを意識するだけで、他人に対して寛容な気持ちを持てるようになります。また同時に状況を客観的に見ることができるようになり、相手のいい面にも自然と目が向くようになります。その結果、嫌な気持ちで頭がいっぱいになってしまうのを防ぐことができるようになります。 3. 比較や競争に振り回されない。学校でも職場でも様々な場面で比較や競争にさらされます。試験の点数、偏差値、学歴、人事評価、収入など数え出したらキリがありませんよね。また自分の価値を不要に下げてしまいやすいのが見た目への意識です。あの子はスリムで可愛くて男性にモテる、それに引き換え私は、あいつは身長が高くて爽やかで女性にモテる、それに引き換え自分は。生きている限り比較や競争を避けることはできません。しかしこれらの評価はあなたの生まれながらの価値とは無関係です。自分自身を信じる気持ちを持てば、他人と比較することがなくなり、チャレンジする勇気を持てるようになるでしょう。 4. 物事をプラスに考える。物事をプラスに考える、これができるだけで人生は一気にうまく回り出します。勉強も仕事も家事も、いやいややっても楽しくないですよね。不平や不満がたまるだけで何もいいことがありません。一つ新しいことを覚えた、勉強って楽しい、今日は売り上げがちょっと伸びた、仕事っていいな、天気が良くて洗濯物がよく乾いた、あー幸せ。あなたが物事を心の底から楽しんでいたら、自分自身も楽しいし、先生、同僚、家族などみんなが幸せになります。イライラしている人や悪口ばかり言う人は心地よい空間を壊すだけ。そのような人とは距離を置き、深く関わらないようにしましょう。代わりに自分の周りにポジティブな人を集めること。嬉しい、楽しい、安心できるなど幸せな感情を抱いて生きられます。前向きでシンプルな感情は自分に自信を与えてくれます。その結果、自分の価値に自信が持てるようになり、人生が輝き出すでしょう。 5. 現在を大切にして行動する。私ってすごいが人生を好転させるパワーワードであることはすでに説明しましたが、その逆もあります。人生がうまくいかなくなるネガティブワードが、たら、れば、あの時勉強していれば、テストでもっといい点が取れた、あの会社を選んでいればやりがいのある仕事ができた、過去の行動や判断を思い返してはこうしていればよかったと後悔する。失敗から学ぶことは大切ですが、実際の行動に生かさなければ意味がありません。たら、ればと考えてしまいそうになったら、人生をより良くするために今必要な行動は何かを考えるようにしましょう。長期的な目標を立て、その日暮らしにならないようにするのもいいですよね。目標のために行動するようになった結果、人生の歯車が
うまく回り出すことでしょう。以上、いかがでしたか？この動画では自分が欠点だらけに思えてなかなか自信が持てない、現状を変えたいけれども道を切り開く方法がわからない、そのような方に向けて自分が生まれながらに持っている価値に目を向け人生を好転させる考え方を5つご紹介しました。昔の良くない思い出や表面的な評価によって自分はダメだと思い込み、自分の価値を必要以上に下げてしまうと物事がいい方向にいかなくなってしまいます。表面的な評価に振り回されず、もともと持っている価値をあなた自身が信じる、それを実践するだけで必ず人生はうまくいくようになるでしょう。ちなみに今日の動画と関連してマイペースで生きる方法をこちら、余計なことを気にしない方法はこちら、困難から立ち直るレジリエンスを身につける方法はこちらで解説しておりますので、ぜひ合わせてご視聴ください。この動画の内容が何か一つでもお役に立てておりましたら幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。